それではレッスンを始めたいと思います。サブスタンスフィンターの場合、難しすぎると判断したため、GIMP で対応します。ファイルを開き、新しい画像をクリックして、OK を押します。新しいレイヤーを変えます。パターンを押します。塗りつぶします。またレイヤーを増やします。そして塗りつぶします。選択を解除します。OK を押します。レイヤーを移動し、また塗りつぶします。2のところを塗りつぶし、適当にやります。選択を解除します。下のレイヤーを統合します。レイヤーを複製します。レイヤーを統合し、複製します。これの繰り返しです。少々間違えましたので、元に戻します。レイヤーを統合し、レイヤーを複製します。レイヤーを統合します。縮小してやります。縮小します。今度は大きくします。これでいいでしょう。そしてファイルをエクスポートします。名前をつけてエクスポートします。教材用で鎧のところを選び、川鎧と命名します。エクスポートをします。閉じます。ファイルをまた新しく開きます。今度は服を作ります。レイヤーを増やします。
そして不透明度を強めます。ファイルで名前を付けてエクスポートで服で セーターと命名し、エクスポートをします。エクスポートをします。閉じます。ファイルをインポートします。ファイルを新しい画像で生成します。今度は、ヒョウ柄でやります。色をトーンカーブで濃くします。OK を押します。ファイルを名前付けてエクスポートをし、ズボンで Dark と命名し、保存し、エクスポートして押します。また消します。インポートします。インポートじゃなくて、新しい画像を OK します。鉄の部分をやります。そして赤を消し、赤を塗ります。そして薄くして、色をトーンカーブで調整します。OK を押します。ファイルをエクスポート、名前を付けてエクスポートし、教材用からショルダーをクリックして大画と命名しエクスポートをします。エクスポートをします。消します。ファイルをもう一回やって塗りつぶし、レイヤーを増やして、もう一度塗りつぶして薄くします。ファイルを名前付けてエクスポートをして、間違えました。教材用で、靴をして ブロックと命名しエクスポートをします。エクスポートをします。一応修正してレイヤーを増やし、修正して、また美しくやります。レイヤーを削除します。ファイルを、名前を付けてエクスポートをし、教材用で、飾り頭で、正義と命名します。エクスポートして終了します。一時期中断します。